はい、お待たせしました。はい、アキラテレビクリスマススペシャル宇宙への招待ということで、本日はカリフォルニア工科大学より、宇宙開発研究に携わっていらっしゃる、ヒロさんに来ていただいております。はい、今度はですね、研究所のボスが、ボイジャーの、はい、ボスということでですね、はい、ボイジャーといえば、私が小学校3年生か4年生ぐらいの時にですね、新聞の一面で、木星の写真が、カラーでデカデカ出ておりまして、ボイジャーが送ってきたということでね、大ニュースになっておりましたことを覚えてるんですが、その時にね思ったのが、子供心に思ったのがボイジャーに最接近して撮った写真を、昨日撮ったって報道では言ってるんですけどね、その写真をどうやって地球に送ってきたのかなって当時思ったんですよ。で今なら例えばインターネットがもうこれだけ普及してますから、なんか、こうデジタルで何か送ってきたのかなっていうふうに思うんですが、当時それが不思議でしょうがなかったんですね。それを解説してくれる新聞とかニュースがなかったんですよ。で、もう30年ぐらい前だと思うんですけれども、30年前一体どういう技術を使って木星からカラーの写真を送ってきたのかっていうことについてですね、お聞きしたいんですが、いや、はい、それはですね、本当にでもその子供ながらに、はい、結構すごいなって話を聞くとすごいなと思うんですよ。これ物理的にどう考えても、当時はデジタルカメラがなかったわけですから、アナログのカメラしかなかったので、はい、それで現像上に持ってって、はい、プリントしてもらったやつを初めて我々は見ることができる、はい、それを木星というとんでもない遠いところに行って撮った写真をどうやって地球に送ってきたのかなっていうふうに思ったんですよ。僕はボイジャーのファンだったんで、この時、新聞の、はいはい、ボイジャーの記事が出れば必ず新聞を切って、はい、その隠す小学校の頃から宇宙ファンだったんですよ。そうなんですよ。でここ の, そのいわゆるボイジャーの研究をするのは子供の頃からの夢だったわけなんですよ、はい、それでもですね、はい、何の疑問も思わなかったので、それを考えると素晴らしいなと思うんですよ。全く素晴らしくなくて、そこから疑問を解き明かさないので、全く全然違う道に行って、いろんなことに興味を持たれた結果、宇宙への研究に進まれたってことですよね。そうですね。すごく違うと思うんですけども。そうなんですよ。当時はですね、デジカメなかったんですね。そういった技術はなかったので、なかった。はい、ボイジャーのためだけに、そういった、はい、いわゆる、装置を開発してそこに載せたんですね、はい、じゃあボイジャーからまた何かを噴射してボンと何か送ってきたわけではないではないですね。そのそうですね、はいはい、もう長い年月をかけてそこまで到達してるんで、何年もかけて木星にいたわけですよね。そうですね、はいはい、なんで実際にはいわゆる今のデジカメに近い、はい、近くはないんですよね。近くはないですが、原理的には近くはないんですが、はい、アイディアとしては、はい、撮ったものをデジタルにして、はい、それを信号として地球に送って、はい、その信号を再合成して、はい、デジタルのものを、うんうん、アナログの写真に、はいはいはい、再構成するという技術を使ってるんですね。比較的アナログっぽいことをしてまして、アナログなんですかあれ。撮ったものをですね、はい、スキャナーで撮るようなイメージとしては、はい、写真を撮ってそれをスキャナーで撮ってそのスキャナーの読み取ったものを地球に送るという、はい、それに近いような技術を使いまして、うんうん、当時で言えばデジカメの最先端のようなものを作りまして、そのため、はい、このためだけに作って、はいはいはい、カメラを搭載した状態 で, です、ね、送るんですね。でボイジャーなんかは打ち上げた当時はそこまで遠くまで届くアンテナがなかったんですね、電波が。あ、そうなんですか。なんで遠くに行けば行くに追っかけるように、はい、地球で受けるためのパラボラアンテナを拡張していってですね、はい、じゃあ打ち上げた時点では当時ではですね、こんな今の、はい、例えば今はものすごい遠くにいるんですが、の遠くにいるボイジャーを捕捉できるようなアンテナはなかったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。徐々にアップグレードして、見切り発車みたいな感じで打ち上げたんですか。そうといえばそうなんですね、実は。そうですね。後からどんどんこのすごいアンテナを開発していって、そうですね、今は30メートルぐらいのパラボラアンテナとかそういうものを使って、他にもたくさんそういった衛星があるんで、それと共同運用という形、常にボイジャーばかり今補足してるわけではないんですが、なるほど、それを使えるようにするということで、当時は本当にそういった衛星があまりなかったの で, そ, で、ね、そのためだけにそれを作るというのをまだその、はい、並行してやってたんですね。なるほどなるほど。その木星の写真
を見たまた2年後か3年後ぐらいにですね、はい、この土星の写真がまた送られてきましてですね、はい、この土星の輪が鮮明に、はい、あの、ね、写真になって送られてきましてですね、はい、また同じ疑問がね、そこで、ね、再生してきたんですけれども、はい、まあ、そういう原理だったんですね。そうなんですね。なるほど。はい、で、今はもう全ての惑星、冥王星まで探索を終えて、はい、もう太陽系の外に出ちゃったと。そうですね。はい、で、地球からまだその更新が可能で、はい、制御できる状態なんですか？まだ制御は、そうですね。なるほど、なるほど。はい。もう本当に惑星探査の目的でこれは打ち上げられた衛星なんで、そういった意味ではですね、80年代に入った時点で、全ての惑星も終わっちゃってるんですね。はい、あ、終わっちゃったんですね。はい、もうその時点で、はい、まあ、NASA としては、もう終わったからいいか。あ、当初の任務はもう終わったので、ので、はい、もう打ち切りという話になったんですね。はい、それはもう宇宙のゴミになる感じだったんですか、はい、そうですね。はいはい、ね、まあ、まあ、最終的なメッセージを積み込んでるので、まあ、運用としては、まあ、電波で更新しながら今どこにいて、はい、なんか撮る写真もないしということで、はいはい、ですか、やめてしまおうという話も、はいはい、まあ、まあ、あったんですね。予算削減という、はいはいはい。でもですね、ここまで遠くまで来た人工衛星、はいはい、他に人工物、まあ、ですから、ね、初なんですね。はいはい、ここでやめるのはもったいないですよね。これ太陽の果てというのがあるはずだというのは前から言われてたんですね。はいはい、太陽っていうのはですね、先ほどの話がなかったんですが、太陽からはですね、常に風が吹いてる。太陽風っていうのは、太陽は常に風が吹いてるんですよ。それ冥王星まで届いてるんですか？冥王星よりはるか向こうまで。冥王星の向こうまで届いてるんですか？ずっと向こうまで届いてるんですね。で、その風が届くところまでを太陽系と呼びましょう。太陽圏と呼びましょうというふうに定義があるんですね。はい、どうせならそこまで行ってみよう。はいはい、そこの外に出たら初めて人類が作ったものが太陽系の外に出た、はいはい、いわゆる恒星環といわれるですね、銀河系のその中に飛び出たものになる。なるほど、なるほど。でその中、まあ、ボイジャーにはですね、放射線を測定したり温度を測定したり、はい、磁場を測定する、はいはい、いろんな他の写真を撮る以外にもたくさんの科学的なデータを取る機能があるんですね、はいはい、それはまだ動いてる。なんで写真は撮れなくても、はい、まだそういったもので科学的目的の意義は大きいということで、はい、最終的には逆転して、はい、まあ、続けましょうということ、はいはいはい、その時点で今のボスが出てきまして、これを現時点まで続いてるんですよ。はい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 。で、もちろんボイジャーというのはですね、太陽、普通の人工衛星っていうのは太陽パネル、太陽電池を使って、はいはいはい、エネルギーを得てるんですが。ああ、そうなんですか。はい。大体太陽パネル、太陽電池なんですね。ボイジャー遠すぎて太陽電池使えないんですね。ああ、もう太陽の光がそこまで。とても届かないところに行くのを想定してたんで。なるほど、なるほど。電池を積んでるんですね。電池。はい、電池で動いてるんで、はいはい、電池がある限りは、はい、動く。ボイジャー打ち上げられたの何年前なんですか？何年ですか？ 7 年ぐらいですか？ 76 年。ですから、はい、もう40年、10年以上ですね。電池まだ持ってるんですか？まだ持ってるんですね。これがですね、見積もりではですね、2020年まで電池持つってあるんです。すごい電池ですね。世の中にはですね、それぐらい持つ電池っていうのがあるんですね。交換なしで、メンテナンスフリーの電池で。はい、しかも、ものすごい速さで、進む人工衛星がですね、はい、その40年電池。そうなんです。交換不要。交換不要ですね。はい。今ちょっとツイッターで、ボイジャーに乗ってた人って、はい、僕は乗ってますね。ボイジャーの開発に携わった方が研究所のボス。押されてるところの、ね、はい、研究の方、そうですね、同僚というか、はい、まあボスで、まあ大ボスなんで、はい、もう、はい、まあでも宇宙開発の権威でございますよね。そうですね、はい、そこで一緒に働かさせてもらって、はい、データとかを一緒に扱わせてもらって、はい、そう、はい、ボイジャー乗りたくても乗れないんですよね、はい、残念ながら、はい、そうなんですね、はい、で、まあ、ただ今はもう冥王星の外に出てる、もうはるか、ですね、なんと言えばいいんですかね、更新するんですね、はい、ボイジャーと。更新するのにですね、はい、我々がまずコマンドを送るんですね、こちらから。はい、まあ、こちらにコマンドを送るんですね。13時間後にボイジャーに到達するんです。我々がなんか、光の速さでコマンドは飛ぶんですけど、光の速さで13時間かかるところにボイジャーはすでにいるんです。おお、じゃあ光ですね。一番早い光の速さで13時間かかる。なんか命令したら13時間後にボイジャーに届いて、ボイジャーはその命令のコマンドを実行して、はい、何らかの、まあ、例えば姿勢を変えるとか何かしてくれるんですね。はいはいはい、で、まあ、なんか姿勢しましたよっていうと、コマンドリプロンプトって言って、はい、その
その了解しましたっていうのがボイジャーから回答が返ってくる。OK ですっていうのが。それがまた13時間後に返ってくるんで、だいたいコマンドが実行されたか確認できるのに26時間ぐらい。あ、1日以上かかっちゃうと。かかるんですね。だからか、まあ、信号を送って、あとはボケ止まってるわけじゃないんですが、まあ、まあ、あんまくいったとかっていうのがわかるというぐらいの。なるほど、なるほど。次の命令を出すことができないってことですね。まあ、すぐにはできないですね。はいはい、なんで、何か緊急事態が起きても、まあ、どうしようもできない。なるほど、なるほど。そうですね。はいはい、今、受けてきてる、その、ボイジャーの状態っていうのは、だいたい13時間ぐらい前のことなんで、今の時点ではもうないかもしれないっていうこともある。あ、今もしかしたら、もしかしたら漏れちゃって。そんな意味でもない話じゃないですが、そういうことも、はいはい、まあ、まあ、あり得ない。我々は常に補足してるわけではないんで、なるほど、なるほど。それぐらいのペースでしかわからないところにいるんですね。はいはい、つい最近、先週ぐらいですかね、プレスリリース、はい、NASA のリリースで、はい、ついに、その、いわゆる太陽風が届いてるところの外に出たのを確認した。ああ、そうなんですか。まあ、今回大きな学会なんで、そこで発表があったはい。あ、じゃあ、まあ、太陽系の外に出たってことですね。これ微妙なんですけど、まあ、その近く、この近くにいるというところですね。ああ、なるほど、はい。今そこまで来てるんで、もう間もなく、本当にその、2020年までに出れるかどうかが、はいはいはい、まあ、勝負なんです、ね。なるほど、なるほど。じゃあ、その電池がなくなった後というのは、はい、その、もうただ、ぷかぷか浮いてるだけってことになるんですか？ですね、基本的には、慣性力といって、電池の力で動いてるわけじゃないんですね。電池の力で更新はしてるんですけど、なるほどなるほど、動いてる力はですね、最終的に最初の力を元に使って飛んでるんで、はいはい、そのまま飛び続けます。あ、永遠に飛び続けます、ね。永遠に飛び続けます。宇宙空間、どこかの星とか、なんか別の重力にトラップされない限りは、はいはい、宇宙空間では、一度動き出したものは止まりませんので。ああ、そうなんですか。はい、ひたすら動き出す。じゃあ、今の方向でずっと動き続ける。そっちの方向に動く。ただ、我々との更新が不可能になる。更新が不可能になって、それはどこにいるかわからなくなるという感じですね。はい、それは技術的に今から頑張ってもなんとかならない問題なんですか？それはさすがになんともならないですね。その電池が切れた時点で、宇宙開発の難しいところは、今でもまあ、ボイジャーは驚異的に動いてますけど、ね、比較的に、短命の人工衛星なんてたくさんありまして、あ、そうなんですか。まあ、運悪くすぐ壊れてしまうものとかもあるけど、まあ、基本的には直せないんですね。まあ、打ち上げの時点で失敗してももう直せませんし。そうですよね。すごいお金かけて、すごい時間をかけて、すごい数のスタッフがそこに関わったやつが打ち上げて爆発しちゃったみたいな。10年ぐらいかかりますから、人工衛星一つ作るのに。人工衛星10年もかかるんですか？大体一つ、小型のものであればもうちょっと短期間なんですけど、まあ一般的には10年ぐらいが、まあ大体ざっくり見積もりとして、かかる年月ですね。なんで、まあ計画してから打ち上げまで10年ぐらい。なんでかかるのが、まあ打ち上げに失敗したら一瞬。ということもあるんですが、うまくいけば、こう、ボイジャーみたいな、ボイジャーみたいなこともあるんですね。素晴らしいですね。はい、まあ、そのボイジャーを作った方がですね、はい、普通の研究所のトップの方ですね。そうですね。はい、本当にの夢のある話ですよね。はい。